大丈夫。正直、そういえばなんか手首のなんか返しがなんか特徴あるって聞いたんですけど、特徴あるっていうかリストが結構強いらしくて、うん、体から離れない方がいいんですけど、はい、結構離れて入ってくるんですよ、はい、この辺まで、はいはいはい、そこからこう寝てくるんだけど立てて入るんですよ、はい、ここから。あ、普通はだからもっとこっちからこう入ってくるとかこうなんですけど、私はこの辺まで寝ててここから立てるらしいです。じゃあそれの返しが急になる、急になのか分かんないです。なんか手を分析をされましたされたしていただきました。じゃあこっちでちょっとなんか私はあんまりよく分かってないんで。それはもう昔からですか？いやどうなんですかね、昔、いやその事実を知ったのも最近なんで。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ。それはじゃあ別に意識的にそうやってるというよりは、はい、あ、でも、はい、なんか私のイメージだと、はい、私こういう、はい、こういう動きができないんですよね。よく溜めるっていう、こう溜め込んでくる動きができなくて、はい、なんかどっちかっていうと、はい、こういう風に回してくるイメージだったんですよ。あ、こう描くというかちょっと、あの、そうですね、あの遠くからこう入ってくるイメージなんで、はい、それで離れて立てるみたいな動きになってると思うんですけど、こうやって入れられないから、はいはい、逆にそう遠くというか回すから、はい、こう遠心力がかかってる、強いっていうか、うん、遠心力で出ると思うので、だから結構独特と言われますね。でもそれもリストが強くないとできない感じですよね。いや、わかんないですけど、どうなんですか。普通に言うと、そこ、こうやって、そうですね、溜めて打つのを溜めれないから、こういってこうやって極端に極端に言うと、だから、こうやって、なんか、リズムよくこういう感じで入ってくるじゃないですか、イメージ。正しい角度を出して、はい、イメージ、溜めて、はい、でハンドファーストでみたいな、それができないんで、もうここからこう、ああ、パーンってこう、なんか遠くどうするだったんで、多分手は離れるし、はい、浮くし、でもそれだと当たんないじゃないですか、はい、だから合わせるのに立てなくちゃいけないんで、へっていう独特な、はあはあ、ちょっともう一回止めていいですか。手首のこの寄りのスローの、こうやってスローでいくと、イメージでこう浮いてきて立てる、立てるタイミングは、そっか、もうインパクトの直前ぐらいで立てるような。私は別に立てる意識してないんで、立ってるっていう、わかんないです、すぐに言われただけのらしいんで。それは打つ時の、はい、まあ、ティーショットとそういうセカンドとか、はい、それこそショートホールとかの、はい、打ち方というかイメージは変わるもんですか、はい、同じティーショットと、はい、ロングのこういうところとショートとか。いや、私は本当はできれば体の近くを通したいんで、そのイメージを持ちたいんですけど、はい、ドライバーは間違えた結構私わかんない、ゴルフのことわかんないことばっかりなんであそうなんですか。あんまり言ってることが合ってるかどうかは別としてください自分の中の長い自分の中、ここで残り何百、なんか全然当たんなかった。ここが200なんで、はい、250ぐらい。
うん、出ちゃう。ありがとうございます。棚もそんな曲がんないですよ。あんまり曲がんないですね。曲がんない時曲がる時は曲がる時もありますよ。そうなんですか。そうそうそう、こう調子が良くて、はい、こうもういい感じって時はマジで曲がらないですけど、あわけわかんなくなってると結構、はい、もうわけわかんなくはなってるけど、はい、パワーもスピードもあるんでそのまま曲がるんですよ、はい、そういうことだ。だから曲がり幅は人より大きいんで、ね、あ勢いがもうそう勢い止まらないです。そういうのか。調子が良くない時の OB 率とか多分結構すごいです。曲がる率が。じゃあそこの波は波はあると思います。でも最近割とドライバー安定してるんで、去年1年は安定してましたね。それは何か理由はあります？自分の中で。なんか私ものすごくクロスが嫌いで、はい、ここでクロスするのが、はい、その一昨年めちゃくちゃレイドオフにしようと思って、はいはい、超自分に合わないスイングを形だけで選んでたんですよ。あしたら、はい、もうめちゃくちゃ曲がりました。合ってないから自分に合ってないのもあるし、もうここでクロスしてこうやって入ってくるのと、うん、ここに上げてこうやっていってくるのと、うん、で私もともとこっちからこうこういう風に入れてくるんで、はいはい、ここからこっちに垂れるともうそっか当たらないし、フェースもどこ向いてるか分かんないぐらい高さのあった分がここはもうそのまま落ちていくっていうか、こう行くのが、うん、ここからこう行くから、うん、でこっからこう行くからそれギューンって行きますよね。それギューンかギューンかもう大変なことになってて、でもそのちょっとクロスを直すの諦めて、あんまりスイングの形にこだわるのもありました。あ逆にじゃあそれをいい意味で諦めたから。そうですね、安定性が自分の合ったことしようって好き嫌いじゃなくて好き嫌いじゃなくてこの嫌いだけどこのクロスは許してあげようみたいな。ああでもそうか。そしたらやっぱりドライバーはすごい安定してきたんで。でもそれこそそのセカンドサードが変なところに行くよりは、はい、いやもう我慢もうほんとスイングの形よりもゴルフは芸術点もらえないんで。そうね、いくらいいそうそう、いいスイングでもいくらいいスイングで、そのね毎ラウンド2打引いてあげますとかだったら、うん、めちゃくちゃ綺麗にするんだけど結果ですもんね。結果なんで、それで振れないし、高さをなくしちゃう分飛ばなくなるし、曲がるし、だからあー、うん、いいことはないじゃないですか。もちろんそれが合ってるで、はい、いい選手だったら多分いいですけど、うん、私は多分昔からもうクロスがあって、昔からっていうか今はクロスが染みついちゃってるんで。そうですね、だから自分の体にはもうそっちでもう、まあ、固定されてるというか、う形状記憶されてる。お、お、おー、やったー。計算通り、計算通
通り、まあ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 。ベタピンじゃないですか。そうです。ベタピン軽く打ったら寄っちゃいました。かっちょいい。プッてね。プッて打ったら寄っちゃいました。タオル作ります。はい、どうも。これで急に切れたら面白いですよね。目つぶって目つぶって入るわ。あら、加工ならへん。ならへん。よし、いいですか、こっちに帰宅して。大丈夫です。次また後ろのを撮らなきゃいけないで、はい、皆さんを3人バーディー。ここまでバーディーは今のここにありました。ありました、どっかで。あんまりコース覚えられないんで。あ、そうなんですか。はい、一回回ったぐらいですよ。あ、そっか。はい、結構。じゃあ最終ホール